梅野源氏選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりましたが、現在の心境はいかがでしょうか？そうですね、ついに来陣でムエタイルの試合ができるかっていう、まあこうワクワクした気持ちと楽しみですかね。あんまりもう不安もなく、自分の良さを披露できる、舞台がついに来たのかなっていう、そういった印象ですね。ありがとうございます。その待望の肘やりルールということなんですが、もちろんやはり梅野選手が見せたいのは肘ということでよろしいですか？そうですね、肘で、相手をぶった切ったりですし、まあでも全て使いたいですかね。こうパンチも蹴りも肘も、あとは、まあ、こう首相撲、なかなかこう雷神の今までのキックボクシングルールでは首相撲というものがなかったと思うんで、そのこう首相撲からこう膝を打ってうまく相手を崩している中でこう肘を打つっていう、この一連のこのテクニックっていうのも雷神の、ファンにこうちょっと、まあ、勉強してもらえればなと思います。それ今もおっしゃってましたが、勉強してもらうっていう、我々は具体的にどのようなことを学ばせてもらえると？そうですね、まあ、やっぱりこうただ前に出てれば勝てるっていう、そういうなんかこう単純なものじゃなくて、こううまく攻撃を防ぐためにどうするのか、どう相手をさばいているのか、その中でなんでこの攻撃が当たったのかっていう、そういうこうプロレッセスみたいなのもこうファンも含めて、学ばせられたらなと、僕の試合を通して、なるほど、プロセスということ。そうですね、あとはまあこうジャッジもこうキックボクシング、MMA、そして今回こうムエタイっていう、こうやっぱりこう若干見方も、変わってはくると思うんで、このいろいろなこうルールをやっていく中で、どこにこう重きを置いて、ジャッジするのかって、そういうのも、まあ、一つのこう学ぶいい試合見本になるんじゃないのかなと。ありがとうございます。あと梅野選手といえば、やはり前回の試合からこう SNS の扱いっていうのがかなり気になるところであるんですけども、そのアンチだったりいろんな声を逆にこうファンにさせる、そういうなんかこう楽しませ方の極意ってありますか？極意そうですね、やっぱりまあ終わったことは別に変わんないですし、もうこれは当初からずっと、もう初期ですね、試合が終わってからずっと言い続けていることなんですけど、この点と点をどう線にするかっていう、その作業を別に僕はずっとやってきただけで、そのまあ細かい、なんだろうな、選手たちからしたら結構よく言われるんですよ、どうやってやるんですかみたいな。だけどそれを僕がなんで教えなきゃいけないんだろうと、まあ、自分で学べばいいし、そうですね、まあでも一個言えるのはこうどう興味を持ってもらって、結局僕って今までこう10年以上ムエタイっていう競技をやってきて、一番獲得するのが難しいって言われているベルト、そしてこう、最強の王者、そこにこう勝ってムエタイのベルト巻いたんですけど、なかなかやっぱりこう取るのが難しいって言われてるベルトを取ったから、知名度が上がるっていう、そういうものでもない。だけどそこにこう夢があったから、知名度とかこう、まあお金だったりとか、そういうの気にせずに自分のやりたいことをやってきた中で、今度はじゃあ、今、手に入っていないものを手に入れるためにじゃあどうするか、そういうのを考えてきた中での、まあ、行動だったり結果だったと思うんで、まあ、自分の中では、まあ、やり方はここではあれですけど、まあ全部うまくいってるのかなと。あとはまあ明後日の試合で肘でしっかり相手を、倒して、こう結果で証明していければなと思います。なるほど、そのたくさんのファンの力、ファンの力というか応援もぜひ、あと期待に応えるということも力になっているというところでしょうか？そうですね、やっぱりこうアンチの声もやっぱりこう勉強になることがすごい多いですし、それにあとはまあ基本的にこう書き込んでいる方たちっていうのは少ないと思うんですよね。こう少ないっていうのは、
例えば100件200件コメントあったからってコメントをしてない、仲間みたいなのって多分それの倍そうですね、かなり多いんですね。で、一つ、実例挙げると5チャンネルだったかな、5万件かな、誹謗中傷があったと。それをやってたのってもうほんと数人なんですよっていうのが実際こう事件として あるんで、結局書き込んでる人数イコール、アンチってわけでもないですし、だけどその中にやっぱりこう重要な、今後自分にとって必要なヒントも隠されてるしっていう意味ではアンチも仲間だし、実際僕のことを本当にあの試合後応援してくれた人もたちも本当に仲間ですし、まあそういった人たちをみんなのこう声をプラスもマイナスも全てひっくるめて、そういうのを全部自分のうまく力に原動力に変えて、まあ、今回本当にいい試合見せられるんじゃないかなと思ってますね。ありがとうございます。それでは今回の対戦相手の印象というのを改めて教えていただけますか。そうですね、ベースが MMA の選手だけどこうムエタイの試合も頻繁に行ってますし、タイにいるんですよね。あの ジムがタイなのかな。でボクシングの試合もして結構いろんな、競技に挑戦していて、まあ、すごいなっていうのは、まず、まあ、率直な感想で、ただまあ、技術レベルとしてはまあ別に僕からしたら大したことないのかなと。僕が以前、戦ってる選手にも30対27かな、ストレートで1ヶ月前にストレート負けしてますし、まあそんなにムエタイっていう競技でおいては大した相手じゃない、ありがとうございます。それではそんな、対戦相手トレント選手とご自身で今回どんな試合の展開になるとイメージしていますでしょうか。もう一言でもう肘でぶっ倒すっていう、それだけです。なるほど、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります、それではその他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、では順番にお願いします。今でも堀内と申します。ちょっと確認ですが、今回はあれですか、組んでの首相撲っていうのは無制限のルールで契約をされているってことですか。首相撲は無制限です。分かりました。こう梅野選手はもうこう肘の魅力っていうのはどういったところなんでしょうか。そうですね、今まではこう、キックボクシング肘なしルールっていうのはこう近い距離で、まあ、いかにこう手数を出したもん勝ちというか、まあガンガン攻め入れたと思うんですけど、やっぱりこう肘があるとなると至近距離でパンチを3発以上打つと、やっぱこう肘ってすごいカウンターもらうリスクがすごい上がるんで、みんな打てないんですね。だからこうムエタイ選手ってあんまりコンビネーション打たないのっていうのは、肘があるから打てないっていう。だからまあ今回、トレント選手、まあ、パンチでそれなりにガンガン前に来ると思うんですけど、多分単発になると思うんですよね、肘が怖いから。だからまあパンチが打てるか打てないかって、そこがやっぱりこう連打できるかできないか、そこが大きな違いになるかなと思います。ちょっとすいません、お伝えしづらい内容にはなるんですが、なんかこう相手の、選手は、1ラウンドから3ラウンドかのどこかでこう相手の意識を刈り取るというところと、うん、まあ、自分は MMA ファイターなので、もし仮にあの梅野選手が負けるとなると、こうこれを背負って生きていかないといけないぞみたいな、結構こう挑発的な発言もありました。それを聞いてこう何かあのコメントいただけますか。そうですね、まあ、今回に限らず、どの試合も絶対にどの選手だってこうどんな相手とやろうが、負けたらもう終わりだなっていう気持ちでやってるんで、それは今回たまたま MMA 選手っていうだけなだけで、で、だから別に今回の、試合に負けたら、今トレント選手が言ったようなこう、まあ、梅野にとってこう一生残るんじゃないのかっていうのは、別にそれは君だけ、君と、戦い、君との戦いにおいてだけではなく、全ての選手においてなんで、別にあまり気にならないかなっていう、まあ、頑張って挑発したんじゃないのかなっていう、まあ、外国人選手ですしね、こういいアピールをしたかったんじゃないのかなと、まあ、その意気込み同様にこう当日試合ガンガン前に来てくれればいいかなと、肘でぶっ倒してやるかなっていう。すいません、ちょっと聞きづらいんですが、あの梅野先生がいつもおっしゃってるその
爆肘と爆目ってすみません、どういったことから来たんでしょうか。すみません、ちょっと分からなくて。爆肘、爆目ってなんですか。なんか爆目みたいなの結構 SNS でおっしゃってると思うんですけど。どういったあのあれなんですか。どういった意味なんですか。爆肘ってどういう肘なんですか。すごい真顔であれですね、結構 笑わせるような質問するんですね。なるほど。まああの爆目爆肘、まあ正直あのこれあれなんですよ、久保優太君にも LINE で聞かれて、そのなんかこうスクショを Twitter に載せられていたんですけど、別にこう意味なんてなくて、まあその人が感じ取ったものが爆梅であり爆肘であり、捉え方はその人次第、自由に楽しんで使ってくれよ梅って送ったんですけど、まあその通りそのままです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、合格時の松山です。お疲れ様です。先ほど田中バダムにはあのインタビューやったんですけど、それはまだご覧になってはいないんですよね。見れるんですね、何かで。はい、あのネットとかでは見れるんですけど、そのまあ、ガーダム曰く、あの肘の距離になったら自分のパンチの距離になるから、あのそれが当たるというふうに言ってるんですが、上野選手に関してはそのことをコメントに対して、そうじゃない、あるいは先ほどの言うようにコンビネーションがあるから打てないというのが答えでしょうか。まあ、ある程度言っちゃうと、まあ、相手はもう基本的にはこうさっきも言ったように多分3発4発って打ってこないはずなんですよね。多分飛び込んでフック、蹴りキャッチしてフック、つなげられたらその後フックアッパー、まあ最大の3発じゃないですかね。まあそれしか多分できないと思うんですね。で確かに僕がこう肘を打つと距離が近くなるんで、あの基本的な相手のパンチも打てる距離にはなるんですけど、肘が当たる距離、っていうのは距離がちょっと近すぎるんでパンチの威力が若干半減するんですね。まあ、だから多分彼はフックとかアッパーとかより距離の近くて強く打てる技を打ってくるはずなんですけど、フックアッパーってすごい肘当たりやすいんですよ。だから打たないでしょっていう、そんなに何をやりたいかとかどう攻めてくるかなんていうのはもう僕70センチ近くやってるんでもう全部わかるんで、まあそのパンチが当たる前にそもそも肘の方が当たるでしょうっていう、距離近い距離で遠かったら彼勝てないでしょうし、多分まあ突っ込んではくると思うんですよ。ステップ使いながら足止めたら僕に勝てないの分かってるはずなんで、まだ突っ込んできたところに肘合わせて意識をこちらが刈り取ってやろうかなと、はい、そこも見どころの一つですね。そうですね、はい、もう一つガーダムは梅野選手はテンポが遅くてオールドスクールだと、オールドスタイルだというふうに言ったんですけれど、それは梅野選手にとっては自身の梅大のスタイルでそれで全てコントロールできるというものでしょうか。結局それは3分、5ラウンドの梅大ルールにおいて、1、2ラウンドっていうのは基本的にはこうポイントの差をつけないんですよね、梅大っていうのは。3ラウンド、4ラウンド ここでこうギャンブルがあって点差をつけていくって、で勝っている方が5ラウンド目流す、これがまあ大体のこう、まあ、ムエタイの基本的な流れであって、で 1,2 ラウンドにこう無駄に攻めると手数増やすと、タイでやる場合ってこうギャンブルなんで 1,2 ラウンドに攻めてると賭け率が下がるんですよ。要は不利になっちゃうんですよね。あいつは 1,2 ラウンドにこうスタミナをすごい使ってるから後半バテるぞっていう見方をされるから、みんな 1,2 ラウンドはギャンブラーの目を気にして攻めない。となるとライジンルールだといかがですか。ライジンルールになるとやっぱりこう3分3ラウンド、そして1ラウンド目は差をつけるのかどうかちょっとわからないですけど、少なくとも2ラウンド目3ラウンド目以降、2ラウンド目以降かだから差は確実につけるんで、っていう意味ではこうゆっくり、戦わないでしょうっていう、うん、今回ライジンに勝ちやすいようなスタイルでいきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他追加のご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、
東京ヘッドラインの本木先生、よろしくお願いします。お願いします。あのちょ試合についてなんですけど、あのこの前の大谷戦っていうのが3ラウンドをしっかり使い切って、あの上野選手のやりたいことをもう見せ尽くしたっていう印象があるんですけども、今回もそういう3ラウンドを使ってライディングのファンにその上野選手を徹底的に見せ尽くすのか、それとももう1ラウンドとかで凄みを見せるのかっていうのは、これはまあ展開もあるとは思うんですけども、今自分の気持ちとしてはどっちの方が強いですか？まあ一番はもう1ラウンドもう早々にこう肘でぶっ倒したいなっていう、これがもう一番の気持ちなんですけど、でも正直今言ったようにこうどんな展開になるかっていうのは、まあ相手の出方もあるし、まあ、本当にその時にならないとわからないことなんで、ただまあ正直僕が、判定なろうが KO なろうが、まあ、仮にもう負けようが勝とうが、正直僕多分何やっても今面白いと思うんですよね。だからまあライジンファンは学べて、楽しめていいんじゃないですか。嬉しいんじゃないですかね、みんな楽しみにしとけよって。じゃあ梅の演技を徹底的にしゃぶり尽くしてほしいって感じですか？そうですね、十分に梅を堪能しておけよって。ありがとうございます。